こんばんばは毒夫の妻専門カウンセラーの福山一英ですこの夜の YouTube は毒夫の妻さんの洗脳にかかりやすいタイプかかりにくいタイプの先生に教えてもらったお話をします。 洗脳にかかりやすいタイプは最初は快感を与えてその後で恐怖を与えるという順番なんです洗脳にかかりにくい人ってどうするか順番を逆にするんです最初に恐怖を与えて後で快感を与えるんですそして先生は 私の毒夫の観察ノートを見てこのかかりにくいタイプの洗脳をやりだしていると言われました夫が私がかかりにくいタイプに変化していると思ったからだと先生に教えてもらいましたこれも危険な状態なんですだからあなたも洗脳にかかっているふりをしてくださいね 今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございます。またこの続きは明日の朝の8時半にお会いしましょう。